こんにちは、斉藤直樹です。先日ツイッターでですね、こんな募集を呼びかけてみました。めちゃくちゃ久しぶりに二次創作イラスト描いてみようかな。描いてほしいキャラいますか？募集しますってツイートしたところ、なんとですね、1000件以上のリクエストがありました。かなり多くのリクエストでですね、キャラクターも結構ばらけていて、何描くかかなり迷いました。もし描いていただけるのであれば、推しの坂又クロエを描いてもらえるとめちょ嬉しい嬉しいです。あー、クロエちゃん可愛いですよね。あ、でもね、一応この前の第14回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタの時にですね、クロエちゃんの絵は描いたので、それをね見ていただけると嬉しいです。あとは馬娘の星雲スカイちゃんをお願いしますってことなんですが、いや、星雲スカイちゃんもね、自分で原案をデザインした手前めちゃめちゃ描きたいんですけど、これもちょっとややこしくてですね、立場上公式に申請して許可を得ないとウンスちゃん僕が描くことができないので、これはまたの機会にチャレンジしたいと思います。あとはね、他には FF の輪っかを描いてください。はい、いや、これ素直に描きたいですね。僕、女の子だけじゃなくて結構男子を描くのも好きなので、これはこれでいつかやってみたいですね。でですね、数あるリクエストの中で結構こう多かったのが推しの子ですね。こんな感じでね、推しの子の愛ちゃん描いてくださいっていうリクエストが結構重なっていました。はい、なので今回は推しの子の星野愛ちゃんを描いていこうと思います。いや、最近二次創作やっていなかったのでちょっとね緊張ですね。それでは早速いってみましょう。下書きをしてみる。はい、では早速書き始めていくんですが、やっぱりね、最初の最初、書き出しの時って可能性無限大、何書いても自由なので一番ね楽しくはあるんですが、その反面結構迷う部分でもあるんですね。愛ちゃんのどんな部分を切り取っていこうかな、表現していこうかなって考えるわけなんですが、やっぱりですね、愛ちゃんの魅力ってその場にいるだけで見ている人が魅了されてしまって目が奪われてしまう、そんなカリスマ性を帯びた有無を言わさぬ存在感、そして何よりもそれを象徴する彼女の目の輝きですね。愛ちゃんの目、見たことある人は絶対最初びっくりしたと思うんですけど、もうね、これでもかっていうぐらい目の輝きが尋常じゃないんですよね。こう目の中にね、六芒星みたいな星がドーンって真ん中に輝いていて、その星の奥にも細かい星の瞬きのようなキラキラが幾重にも散りばめられている、かなりね印象的な目なんですが、その魅力的な目がパッと見た瞬間に目に飛び込んでくるように、顔はねなるべく大きく配置したいです。存在感と目の輝き、この2つを実現するにはどんな構図、そしてどんなポーズがいいかなって考えながら下絵を描いていくわけですね。その結果、まず目を強調するために右手で目の前でピースするようにポーズを取らせたのと、あとはこれ意外と大事なんですが、そんなに目を活かせたくない部分を隠すように反対の手を大きく前に突き出して不必要な部分を覆い隠してしまおうっていう、そういうポーズを取らせてみました。え、隠すってね、意外に思われるかもしれませんが、この辺の効果は絵が出来上がってくるとだんだんと分かってくると思うので楽しみにしていてくださいね。さて、僕の動画を見ている人ならこの工程はおなじみだと思います。一旦全部グレーで塗るですね。特に愛ちゃんは髪が長いですが、髪が長いキャラって髪の毛のちょっとしたボリュームでキャラクターの印象がかなり違って見えてしまうんですね。色を塗った後で髪の毛の流れやボリューム感を調整するのって結構面倒なので、この時点でね、ある程度色を塗った後の状態を想像しやすくするためにグレーで全体を失敗防止のためにも塗っておくことが重要なんです。これね、プロもそうなんですが、プロじゃなくて趣味で描いている人ならなおさら、もうね、大事な趣味の時間を無駄遣いしたくないじゃないですか。失敗したらその時間ちょっともったいなかったなってなっちゃいますよね。それを防ぐためにもね、これは重要ですね。はい、で一旦グレーで塗った後、すぐに線画に行きたくなっちゃうんですが、ちょっとここでも一工夫します。線の太さの調整ですね。他のイラストでも言えることなんですが、愛ちゃんは特に色がすごく派手でビビッドなカラーリングですよね。なので線が細いとその色味の強さに線が負けてしまって、色を塗った後で見栄えがいまいちしなくなってしまいそうな気がしています。なのでこの時点
線で強調したい線、太くしたい線はどこなのか、あらかじめ作戦を立ててしまうのが良いですね。一番わかりやすい例で言うと、手前にググッと伸ばしている左手だったり、あとは何と言っても顔周り、特に目元のバシバシと印象的なまつげ周りですね。この辺の線を線画を描くときには太く強調しながら描くぞと意識しつつも、じゃあどのぐらいの太さだとバランスが取れるんだろうっていうこともね、全体をグレーにしている段階だとかなり正確に目で見ながら調整していくことができるので、この段階でね、そこにも意識を向けられると絵の魅力を数段階引き上げることができると思います。意外とですね、これ意識している人っていないですから、これ見ている人はぜひやってみてくださいね。はい、ということでラフが完成しました。こんな感じですね。結構ね、プロの方ではこういう人多いんですが、ラフの段階で7割ぐらい完成させておいた方が、最初はめんどくさいと感じるかもしれないけど、圧倒的に早く見栄えよく仕上げることができるっていう人、これはね、いろいろな描き方をしてきた僕としてもその通りだと思います。今回の絵は全体を通して3時間で仕上げるって決めているんですが、結構ね、今回のように急いでいる時でもこのぐらい丁寧にラフを描いちゃった方が最終的には早かったりしますね。ちなみにね、ラフにかかった時間は33分でした。余談ですが、はい。でですね、これもしかしたらチャンネル登録をして僕のチャンネル見てくれている人はわかると思うんですが、このイラストの動画ですね、実はすでにショート動画として少し前にアップしていました。この動画ですね、はい、実はね、僕こういうイラストを描くときには、最近では YouTube で今日紹介しているように長尺の10分ぐらいの動画としてポイントをまとめつつ皆さんにお見せすることを前提に作っていたんですが、この前ね、ホロライブの V のスコンナお宝なんだわのラジオ収録の時、マリン船長とフブキちゃんにお会いした時にですね、斉藤さん、時代は今長尺動画じゃなくてショート動画ですよ、ショート動画ぜひ撮ってください、ショート動画撮りなさい、シンジ君撮りなさい、シンジ君ってね、マリン船長に言われたので、ごめんなさい、似てなかったですね。はい、まあそれでね、急いでショート動画を撮ったっていう流れが実はあったんですね。ただね、やっぱショート動画だけだとちゃんと細かい部分を皆さんに伝えきれない部分もありますので、改めてね、見ている人に分かりやすいように今回ポイントをまとめつつ紹介しております。さあ、続きやっていきましょうか。線画を描いてみる。はい、それでは続きの線画を描いていきましょう。線画はね、割となぞるだけなのでサクサクいきますが、一つこの描いている画面に出ていないうまく描くポイントがあって、それは画面を回転させながら描きやすい角度にして線を描きましょうってことです。これですね、いつも言っているように僕はね、画面を回転させまくって描いてしまうと視聴者の皆さんが動画を見にくくなってしまうっていう問題があるので、結構ね、無理をしてあえて画面を回転させずに線を描いているんです。でもね、これを真似しちゃうと結構線は描きづらくなってしまいます。だってほら、僕なんて無理をして線を描いているから画面じゃなくてね、僕が回転しながらこんな風にね描いてますからね。ほらほらほらこんな感じ、こんな感じ。はい、なのでね、この動画では画面をあんまり回転させることはしていませんが、皆さんはソフトの機能を十分に活かして画面の回転を利用しながら線を描いていってくださいね。それと今回はこれ、気づく人は気づくかもしれないんですが、大体の工程をクリスタで描いていってみてます。僕はですね、いつもフォトショップをメインに絵を描いているんですが、最近はね、クリスタを使うことも多いです。いやー、クリスタはね、やっぱり勢いよくギャ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 って描いていくのにすごく向いていて、僕的には気持ちよく絵を描きたい時にはクリスタがいいなーって感じています。手ブレ補正機能とかもね、効かせているので、割とヘロヘロな線を描いていてもシュッとした線にしてくれたり、かといってちょっとエッジーなニュアンスを残してくれたりでちょうどいいんですよね。ほら、線をちょっとアップにするとガリガリっと描いたような荒れたペンタッチがいい感じに残っていますよね。でも引いた目線で見ると割と綺麗に見えるっていう、そのね、両立ができるのがクリスタのいいところだなって僕的には感じているので、少しずついろいろな工程をクリスタだけでできるように慣れさせているっていう状況ですね。これですね、あんまり慣れていないツールを使うのって実は結構楽しいんですよね。新しいことやっている感じがして。はい、そんなこんなで線画が完成しました。こんな感じ。
さっきも言ったように前に突き出した左手の線を太くしているのと根元の線を何本か引いて少し強調していることがポイントですね。色を塗った時にこの辺りはさらに効果を発揮してくれると思います。ちなみに線画の工程はだいたい40分ぐらいかかりましたね。さあ次に行ってみましょう。次は着彩の工程です。色を塗ってみる。さあ色を塗っていきます。二次創作のキャラはカラーリングが決まっているので迷いなく塗り進めていけるのがいいですよね。愛ちゃんも設定の色が決まっているのでサクサク塗り進めていきましょう。やっぱりね、愛ちゃんのカラーで印象的なのはサイドの高いピンク寄りの赤ですね。手袋とか髪飾りのリボン、それと胸元のフリフリにこの印象的な赤が使われています。この赤と髪の毛の明度の低い鮮やかな紫、そして首元の黄色の3色、このトリコロールが愛ちゃんの花のある印象を作り上げていると思います。いや結構ね、このサイドが高い鮮やかな色の組み合わせって一見するとかなりどぎつくてケバケバしくなりそうだなっていうふうに思ってしまうんですが、愛ちゃんのデザインはその辺が絶妙にコントロールされていてギリギリケバケバしくなりすぎないちょうどいいバランスが保たれているのが神デザインだと思います。まあ、この辺はね、愛ちゃんのアイドルっていうキャラクター性もかなり関係していそうですよね。星野愛ちゃんだからこそ許されるカラーリングっていう部分は大いにある気がします。いやすごいデザインですね。はい、さっきも言いましたが愛ちゃんのキラキラお目目のデザインはこれもね強烈ですよね。今までもいわゆる椎茸目って呼ばれるような目の中にキラキラした光が入っているキャラって結構たくさんいました。うまるちゃんの立花シルフィンフォードちゃんとかシャニマスの小宮加穂ちゃんとか、あとは馬娘の町金福来たるもそうですね。でもね、今言ったキャラって角が4つのタイプのキラキラなんですが、愛ちゃんはなんと角が6つのキラキラ、これキラキラの次元が違うんです。このデザインはね、正直やりおったなって感じのデザインです。いやすごい。さあ着彩の最後は腕に絡みつくように螺旋を描いている白いエフェクト表現、こちらも追加していきつつ一旦ここで着彩は終了です。着彩はねレイヤーを分けて塗っていくと特に意外に時間がかかる工程です。だいたい全部で35分ぐらいかかりました。仕上げをする。さてここからは最後の仕上げをやっていきましょう。具体的には影付けとハイライトといった塗り込みの部分ですが、今回のイラストはそんなに凝ったことははっきり言ってしていません。普通に影付けして普通にハイライトをちょっと追加しただけなんですね。まああえて言うなら若干髪の毛の塗り方だけ他と違えてグラデーションを多用して滑らかに見えるように工夫したことくらい。でも他の部分は結構いつもよりもシンプルに塗りました。それでも見栄えがする一番の要因は何かと言ったら、僕はねこれ本当にすごいと思いました。この髪の毛のところのピンクのハイライトと線、これねメッシュなのかハイライトなのか迷ったんですが、アニメを見てみるとシーンによっては入っていなかったりもするので多分ハイライト表現なんだと思います。このハイライトがあるおかげでね、愛ちゃんの存在感、華やかさ、ググッと引き立っているんですよね。ここはね、もう塗っててすごいぞこれって感動してしまいました。やっぱりね、人気キャラクターのキャラクターデザインは描いてみて初めてこれすごいぞって気づく仕掛けや工夫が隠されていることが多いですね。皆さんもね、このキャラ好きだなって思ったキャラがいたとしたら、一回騙されたと思ってそのキャラの絵を見ながらちょっとねノートに書き写してみてください。全然ねモノクロでも色つけなくてもいいです。これですね、絵を描いたことがない人だったらなおさらなんですけど、そうやって自分の手を通して描いてみることであなたの内に秘めたる目の能力、目の解像度がガッと一気に高まりますから、このキャラってこんな風なデザインになってたんだ、すごっってね、驚くような発見の連続を得られて楽しいですし、多分そうやって高めた観察力は他の実生活にもかなり活かすことができると思いますよ。ぜひやってみてください。さあというところで仕上げの作業はだいたいここまでで40分ほどかかっております。普段はねもうちょっとあーでもないこうでもない悩みながら描いているので全然ねもっと時間がかかっていますが、今回は3時間で描くって言って始めている手前、最後まで悩むことなくストレートに描き進めてきました。
最後に舞い散るエフェクト表現にカラフルな光彩を追加していきつつ、目の中にも細かいハイライトを追加していったら、はい、推しの子星野愛ちゃんを3時間で本気で描いてみた、キラキラ目が印象的な愛ちゃんのイラスト完成です。いかがでしょうか。いやー、3時間ってね、絵描き的にはかなり短い時間なので描けるかなって正直不安だったんですが、まあ、これに関しては僕の体調もたまたま良かったんでしょう。とてもいい感じに愛ちゃんのイラストを仕上げることができました。あ、ちなみにね、ツイッターに投稿したら今のところ5万5000いいねいただいておりますので、多くの皆さんにも楽しんでいただけたのかなっていうふうに思っております。最近ね、あまりツイッターに絵を投稿していなかったので、たまにはいいなっていうふうに嬉しくなりました。リクエストをいただいた皆さん、そしていいねリツイートしてくれた皆さん、ありがとうございます。ということで、いかがだったでしょうか。今回のイラストは自分的には構図がうまくいったなって思っていて、それがイラストの見栄えにすごく影響を与えた一つの要因だったと思います。ただね、こういうことを言うと、え、ポーズじゃなくて構図が大事、あれあれ、ポーズと構図って何が違うんだっけってね、少しごっちゃになっている人も多いと思います。これですね、すごく誤解している人が多いんですが、特に1枚絵の見栄えに直結していいねがたくさんもらえるような絵にしたい場合には、特にポージングというよりかは構図の方がすっごい大事だったりします。このね、ポーズと構図の違いについて図説付きで分かりやすく解説した動画、キャラクターをうまく描けない理由はポーズと構図の違いを理解していないからですもおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。